皆さんこんにちは。福岡大学病院、消化器外科の長谷川と申します。このコロナ禍の中、皆さんに正しい医療の知識を持っていただくために、福岡大学病院ではこのようなセミナーをインターネットを通じて、皆さんに聞いていただくように企画をさせていただきました。本日のテーマは私の専門であります大腸がんについて皆さんに知っていただきたいことを、お話ししたいと思います。まず簡単にちょっと自己紹介をさせていただきます。私は本籍は佐賀県のみやき町になります。昭和43年に静岡県で生まれまして、父親の仕事の関係で全国を転々といたしまして、大学は京都の方に、行っております。大学時代は右上の写真にございますように、琵琶湖でボートを、漕いでおりました。2016年から福岡大学の方に参りまして、現在消化器外科の診療部長をしております。福岡大学では、ボート部の顧問を、しております。そして昨年これは学生と一緒にボートレースを漕いだものになります。一番前が私で漕いでおります。へいへい言いながら漕いでいるような状況です。本題に入りますが、まず最初にがんというのがどんな病気なのかということを解説させていただこうと思います。これは大腸がんの標本になりますけれども、ここの部分が正常の粘膜、そしてここはがんになりますけれども、どうしてこのようながんができるのでしょうか。人体というのはいくつかの臓器からなっております。そしてその臓器を顕微鏡で拡大してみますと、このような組織からなっており、この組織というのは一個一個の細胞からできております。そして細胞というのはご覧になってわかるように規則正しく、配置しており、またそれぞれが決められた役割というのを持っております。細胞というのは時間が経つと死んでしまうために、数を保つために分裂をいたします。その時に遺伝子あるいはゲノムと呼ばれるこの細胞の設計図ですね、というものを分裂する細胞に正確にコピーして分配をする、そのような仕組みが、成り立っています。しかしこの分裂というものがコピーがですね、うまくいかずに設計図が書き換えられてしまうと、設計図にこの間違いが生じてしまって部品が壊れた細胞ができて、多くの細胞というのは免疫によって排除されるんですけれども、一部の細胞が生き残って、これががん細胞になるということになります。このがん細胞の特徴ですけれども、先ほど述べたように一つの正常の細胞ががん細胞になりまして、それが徐々に、無秩序に、増殖をすると、秩序なく増殖するというのが一つの特徴。そしてそれが血管やリンパ管に乗って、肺とか肝臓とかにがん細胞が転移をする。そこでまた大きくなると。これが2つ目のがんの特徴ということになります。そしてこれらの特徴によって次第に体を侵食して命を奪うことになるということであります。がんについての統計をお話しいたします。皆さんご存知の通り、がんによる死亡、者数は年々増加しておりまして、現在日本人での死因の第1位になっております。2人に1人ががんになる時代で、3人に1人ががんで死ぬというふうに、今言われております。そして年代別のがんになる方の率あるいは、死亡率というものを見たのがこのグラフになりますけれども、基本的には高齢者のご病気ではあるんですけれども、40代50代という働き盛りの方からがんになる方、がんで亡くなる方っていうのが増えてくるというのが、問題になる、社会的にも問題になっているということであります。これは臓器別にがんの年間の死亡者数を表したグラフになります。年代を追って見ていきますけれども、大腸に関してはこの茶色で、示されております。女性と男性で見ていますけれども、ご存知の方もおられると思いますが、女性ではがんの部位別の死亡者数の1位、男性では肺
位に比べ、に続いて第3位という状況になっております。これは先ほどは死亡者数でしたけれども、これはがんにかかる人の、数を表したものになります。女性では乳房が1位で2位が大腸、そして男性では胃、肺に続いて3位ということになっており、まあ、大腸がんというのは非常にまあがんの中でも重要ながんだということが分かっていただけると思います。がんはもうどんどん年々増えてきているんですけれども、まあ、その背景にあるのはですね、まあ、このように60歳以上のいわゆるこのがんの後発年齢と呼ばれる年代の方々が増えてきているということが背景にございます。そこで、まあ、年齢を調整してですね、まあ、年齢が同じだというふうに仮定したときにどうなるかというのを見たのがこのグラフになりますけれども、まあ、ご覧になってわかるように、まあ、多くのがんが先ほどはどん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 増えているという数字を示しましたけれども、比較的こう頭打ちになっているというのが分かっていただけると。つまり決して最近の日本人が大腸がんになりやすくなっているというわけではないということになります。将来予測、2040年までですけれども、将来予測に関して、見てみます。まあ、死亡者数とかかる人の数の予想になりますけれども、まあ、ご覧になってわかりますように、まあ、ある時からだん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 減少傾向に転じていくということが今後予想されています。まあ、これはあの人口減、人口がですね、やはり少子ということもありますので減ってくるという影響もあって、今後がん患者さんの減少というのが予想されているということになります。これから大腸がんについて詳しくお話をさせていただきます。まず大腸の解剖と働きについて、まとめました。大腸というのは、お尻からだいたい10センチから15センチぐらいの長さの直腸と呼ばれるところと、残りの大部分を占める結腸と呼ばれる部分に分かれております。大腸の働きですけれども、まあ、大腸に便が入ってきた時に、まあ、それは水溶便、いわゆる水っぽい便なんですけれども、そこから水を吸収して便を固くするというような、役割が一番の大きな役割です。最終的にある程度の硬さの便にして、うんちとして外に出すということになります。皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、最近はこの腸内細菌という言葉が話題になっており、まあ、これがですね、まあ、大腸の病気、大腸炎とか大腸がんとかのみならず、肝臓がんとか、あるいは糖尿病、肥満、動脈硬化、アレルギーなど、まあ、いろんな病気に関わっているのではないかということが、研究されてきております。これは大腸の部位別に、まあ、どんなところにがんができやすいかというのを見た頻度を表したものになりますが、これもご覧になって分かりますように、肛門の近くの比較的限られたところに、直腸 S 状結腸に大体大腸全体の3分の2のがんができることが分かっていただけるというふうに思います。大腸がんにはどのような方がなりやすいのでしょうか。よく言われることですけれども、いわゆる西洋食ですね、まあ、牛や豚などの肉、あるいはハム、ソーセージなどの加工肉、あとは高脂肪で低染色ですね、まあ、そのような食事、西洋食であったりとか、アルコールをたくさん飲まれる方がなりやすいというふうに言われております。あと太った人、動かない人、あとは糖尿病の方ですね、あと喫煙をされる方も大腸がんに、そうでない方に比べて大腸がんになりやすいというふうに言われております。まあ、ただ誤解のないように言っておきますが、このような方々が全て大腸がんになるというわけではありません。また大腸がんになった方、一度大腸がんになった方、あとは他のがんになったことがある人というのも大腸がんになりやすいというふうに言われておりますし、いわゆる最近話題のこの潰瘍性大腸炎とかクローン病などの炎症性腸疾患などの患者さんも、大腸がんになりやすいというふうに言われております。また遺伝的に、まあ、家族に発生が多いと、まあ、いうようなことも、知られております。
さて、内腸がんというのはどのように進行するのでしょうか。これは腸の壁ですね、大腸の壁を一部をですね、拡大して、見たものになります。内側から、粘膜、そしてその外側に粘膜下層、そして腸を動かしている筋肉ですね。そういうふうにいくつかの層に分かれているのが腸の壁の特徴であります。そしてこの粘膜下層というところには血管あるいはリンパ管などがありまして、まあ、それらが腸の外側のですね、このリンパ節とか全身の血流とかに通じているというような解剖学的な構造になっております。そしてがんというのは、大腸がんというのは必ずこの粘膜の中からできます。そして粘膜の中にできたがんというのは基本的には転移をしないということが知られています。そしてこのがんが粘膜下層に大きくなって粘膜下層に潜ってきますと、リンパ節というところに、腸の外のですね、リンパ節というところに転移をする可能性が出てくるというふうに言われています。そしてさらに筋肉まで、大きくなって筋肉まで浸潤して、しまいには腸の壁を突き破って隣の臓器にも食い込んでいくと、まあ、このようにどん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 無秩序に大きくなるということが一つのがんの進み方の特徴であります。もう一つの進行の特徴が、転移ということです。これは、がん細胞が元の臓器を離れて血液やリンパに乗って他の臓器に飛ぶことを言います。例えば S 状結腸がんがここにあったとして、一番飛んでいきやすい場所というのが先ほど述べたリンパ節、特に近くにある所属リンパ節というふうに言いますけれども、近くにあるリンパ節にがんが好んで転移をしやすいというふうに言われております。一方でリンパ節ほどの頻度ではないですけれども、他の臓器への転移といたしまして、例えば肝臓であるとか肺であるとか、あるいは腹膜であるとか、まあ、そういうところに血液の流れに乗っていったりとかして転移をすることがあるというふうに知られております。さて、がんの進み具合、まあ、早期がんとか末期がんとかいうふうに言いますけれども、医学的にはがんの進み具合というのを進行度あるいはステージという言い方をします。大腸がんの場合にはステージの1というのは比較的小さながんで、比較的浅いがんで、リンパ節にも遠くの臓器にも転移がないものをステージ1というふうに言います。リンパ節には転移がないけれどちょっと大きくなってきたものをステージ2というふうに言います。そしてリンパ節に転移を来すようになってくるとステージの3ということになります。そして肝臓や肺などの遠隔臓器ですね、離れた臓器へ転移をするようになってくるとステージの4、一番進んだステージになるということになっています。そしてここに出てきた数字パーセンテージというものが5年生存率と呼ばれるものになりますが、つまり手術を行って5年間した後に生きておられる方の割合を示しております。ご覧になって分かるようにステージが進むごとにがんというのの生存率が下がってくるということが分かりますので、早期発見というのが早い段階のステージで見つけるということが非常にがんを治すためには重要であるということが分かっていただけると思います。これはがんの部位別の、10年生存率というものを見たグラフになります。まあ、ステージとかは関係なく、例えばあなたは大腸がんですよと言われた人を全部をひっくるめてですね、2004年から2007年に、診断された方がどうなったかというものを見たものになります。ご覧になってわかるように、まあ、できるがんによって全然こう治りやすさというのが違うというのが分かっていただけるというふうに思います。例えば前立腺がんの場合にはもう前立腺がんだというふうに言われても、10年間生きておられる方の割合というのはもうかなりの多数になるわけですけれども、膵臓がんとかの場合には非常に悪いということが分かっていただけると思います。まあ、大腸がんはこの赤で示されるように大体7割ぐらいということで、
もちろんステージによって差はあるんですけれども、全体として見た場合には大腸がんというのは比較的治りやすいがんであるということが分かっていただけると思います。治療についてこれからお話をさせていただきます。まあ、大きく分けると4本の柱があります。内視鏡治療、それから手術、薬物治療、それから放射線治療ということになりますが、まあ、一番今の段階でがんを治す力が高いのは、まあ、手術だというふうに、言われています。まあ、本日は時間の関係もありますので、手術の話を中心に、させていただこうというふうに思っております。これからちょっと実際の手術の画像が出てきますので、まあ、その辺ちょっと心臓の弱い方とか見たくない方は目をつむっておいていただけたらというふうに思います。まず、患者さんが私どものところに来られて、まあ、最初に、まあ、疑問に思われることというのが、ここの場所だけ、これがんがここにありますけれども、がんの場所だけ取ることできませんかということを疑問に思われる方が多いです。まあ、先ほど述べたように、まあ、がんがここだけであれば、リンパ節転移ですね、リンパ節転移をしなければ、まあ、ここの場所だけ取るということで、十分治療として成り立つということになります。先ほど述べたように、浅いがんであればリンパ節転移をしないということが知られていますので、まあ、この治療が成り立つということになるわけです。ただ治療の前にがんがどのぐらい深く潜っているかということを知るっていうのは必ずしも容易なことではないと。例えばその辺にある木を見て、根っこがどのぐらい深く潜っているかっていうのを見るのはなかなか難しいということがありますし、まあ、実際取ってみな見たものを顕微鏡で調べよく調べて、初めてそのがんがどのぐらい深く潜っているかということが分かるということがあります。まあ、その調べてみたもの見たものを、よく検討して、リンパ節転移の可能性があれば追加で手術が必要になるということになるわけです。まあ、そもそもなんで手術で腸を切らなきゃいけないんだろうというふうに思われる方もいると思います。例えばここ横行結腸というところにがんがある場合ですね、がんは、まあ、腸の血管に沿ったリンパ節ですねに転移をしやすいということが知られておりますので、まあ、この腸からの距離に応じて、こういう番号が 1,2,3 と書いてありますけれども、まあ、1群2群3群と人間が恣意的に、これリンパ節に番号が書いてあるわけじゃありませんが、距離に応じて1番目2番目3番目というふうに、僕らが、命名しているわけです。で、私たちは、まあ、手術の時にこの転移の可能性がある、1群2群3群のリンパ節というのをある程度広めに、もう手術というのはワンチャンスしかありませんし、リンパ節に転移があるかどうかというのは取ってみないと分かりませんので、ある程度可能性が高いところというのを広めに取ってくるということをいたします。そしてそれを顕微鏡で調べてみて、実際こことここにリンパ節に転移がありましたよということを、調べるということになるわけです。まあ、ここにがんがあればこういう形で取ることになりますし、 S 状結腸の場合にはこういう手術の方法になるということです。実際リンパっていうのがどんなものなのかということを、見ていただこうと思います。これは横行結腸、まあ、この点木というところにがんがあるんですけども、そこにリンパに取り込まれやすい蛍光色素、この緑で染まっているのが蛍光色素になりますが、まあ、それを打っているところです。そしてしばらく時間を置いて、この蛍光色素がどのように流れていくかというのを見てみます。この、丸っこくなっているのがリンパ節です。そしてこういうふうに管状になっているのがリンパ管というものになります。まあ、つまりこういう色素ががんのところから流れていくということは、がん細胞も今のリンパ管に乗って同じように流れていく可能性があるということになるわけです。これからですね、まあ、大腸は結腸と直腸というのがあるというふうな話をしましたけれども、直腸がんの話をちょっとさせていただきたいというふうに思います。一般的にこの直腸がんというのは手術が難しいというふうにされています。なぜなのかと言いますと、これは人間のお腹を縦にちょっと切ったところを示したものになりますが、結腸というのはこのぐらいの 浅さのところにあります。一方で直腸というのはこの骨盤の一番奥深いところに、ございます。
まあ、地下1階ぐらいの感じですね。こっちが1階だとすると非常に深いところにあるということが局腸の手術の難しい1点目。これはお腹を開けて手術をしている風景になりますけれども、3人の手術をしているものが、まあ、非常に井戸の底を覗くような感じで手術をしているのが分かっていただけると思います。まるで深い洞窟の奥で、手術をするような感じになるわけです。まあ、特に男性というのは女性に比べて骨盤が狭いので余計難しくなるということになります。また、この右側の図はちょうど直腸とか膀胱のあたり、骨盤の中を横断した解剖の図になりますけれども、直腸がここにあって癌がここにできたとしますと、癌が転移しやすい、領域というのがこの肌色の領域になります。これを、直腸間膜というような言い方をするんですけれども、まあ、私たちは手術の時にこの直腸間膜というのをきっちり取ってくるということを、いたします。これがまあ世界的な標準手術になっていますが、まあ、先ほど述べたように狭い骨盤の中でこういう操作をするということは必ずしも容易なことではなくて、まあ、ちょっと間違ってがんに近づいてしまうと、まあ、そこでがんが取り残ってしまう。そうするとそこでがんがまた出てきて局所再発と呼ばれるようながんがまた再発をしてきてしまうというようなことになりますし、外側に今度行き過ぎると今度直腸の脇を通って膀胱とか、に行っています自律神経ですね。これは排尿とかに関係しているわけですけれども、その自律神経、これは細いものですけれども、そういうものを損傷してしまう、あるいはダメージを与えてしまうということになります。まあ、そうすると手術の後におしっこが出にくくなったりとか性機能の障害をきたしてくるというようなことがあるわけです。まあ、こういう解剖学的に深いところにあって解剖が複雑であるということが、まあ、直腸がんの手術を難しくしている、大きなポイントになります。あとは直腸がんと聞いたときに皆さんやっぱり一番心配されるのが肛門を残せるかどうかということになると思います。まあ、例えばこのようにお尻の近くにがんがあったときに、まあ、お尻を残すことができないというときにはお尻を取って転移をしやすいする可能性のあるリンパ節を一緒に取ってくるということをいたします。そしてお尻を残すことができませんので、水上結腸の反対側をこのような形で人工肛門として、左の下っ腹の方にですね出してくると、そしてそれを袋で受けるという手術をします。これが、まあ、1908年に、マイルズ先生という先生が開発した、手術になります。まあ、私が研修医の頃はですね、もうお尻から指が届く範囲にあのがんがあったらもう人工肛門になっておりました。一方でお尻を残す手術ですねというのはどういうものかというと、まあ、がんがですねお尻からちょっと余裕がある場合、まあ、大体今の限界でいうと、まあ、4-5センチといったところに、お尻の端っこからですねがんの端っこまで 4-5センチぐらいのところまでだったらなんとかお尻を残すことができるというふうに言われていますけれども、その場合にはですね骨盤の奥深いところで直腸を切って肛門を残して、そして口側のところとお尻をつなぎ合わせるという手術をするということになります。まあ、こんなことをですね狭く深い骨盤の中で、やるというのはなかなか簡単なことではなくって、まあ、このように、自動縫合機とか自動吻合機とか、まあ、こういう縫ったり切ったりするような機械があのできてきて、あのお尻を残すことがあのだいぶできるようになってきたというような背景がございます。これから腹腔鏡の手術と回復手術の話をちょっとさせていただこうと思います。まあ、ご覧になってわかるように回復手術というのはお腹をガバッと開けて実際に腸を見ながら腸を触りながらですねあの手術を行うものになります。腹腔鏡というのは小さな穴を何箇所か開けて、小さな細い手術器具を入れて手術を行うものになります。まあ、患者さんから見たらですね当然傷が小さくて見た目が綺麗ということもありますし、痛みが少なくて回復が早いということも、ございます。ただ誤解があのされている方が時々おられるんですが、腹腔鏡手術の方が小さな手術をするというふうに思っている人もおられるんですが、お腹の中でやる手術というのは基本的には同じ
であります。これはですね、実際に、腹腔鏡の手術を、直腸の手術ですねをしている、場面になります。これがお腹の外で撮っている写真になりまして、カメラがここから入ってて、カメラでこれを見ています。お腹の中を覗いているわけですね。これでカメラというのはどんどん深いところまで入っていくことができます。そしてこういう細い手術の機械を使って、これが手術の機械になりますけれども、実際の手術の操作を行うわけです。これでこれは骨盤のところを今覗き込んでいるところです。先ほど骨盤は深いという話をしましたけれども、カメラをぐーっと奥まで入れていって、いわゆる先ほどの井戸の底のところまでカメラをこう入れて、手術を行うことが、できるわけです。そうするとお腹を開けて見ているときには、もうこの辺というのはすごく深いところにあるので、なかなか見ることができなかったんですけれども、この腹腔鏡の手術で拡大しながら、見ていきますとですね、これこう黄色で示しているようなこの自律神経ですねとか、細い直腸に入っていく血管、そういうものが非常に拡大して見ることができるということで、神経とかも確実に残しやすくなるし、出血も少なくて済むと、血管とかも見えますのでね、いうことになるわけです。本当にこれを骨盤の奥深いところになりますが、自律神経、あとはこれが直腸の方になりますが、それとの境界とかもきれいに見えるということになるわけです。つまり細かい血管や神経などをカメラで確認しながら繊細な手術を行うことができると。そして何よりもですね、僕らにとって重要なことっていうのは、こういう手術の内容というのをこういった動画で残すことができるということは重要なことで、これが後で述べますこの技術の評価であるとか、手術の教育において非常に重要な役割を果たすということになるわけです。実際、日本において開腹手術と腹腔鏡手術がどのぐらいの割合で行われているか、これは腹腔鏡手術の割合になりますけれども、を示したものになりますが、年々腹腔鏡手術を行われる患者さんっていうのが増えてきて、最新の内視鏡外科学会の調査によりますと、だいたい7割から8割ぐらいの患者さんが腹腔鏡の手術を行われているということになります。つまり腹腔鏡の手術というのは大腸がんの手術の今主流になってきているということです。そしたら、この腹腔鏡手術っていうのはもう誰にでも推奨できるものなのかということについてですが、この大腸がんの治療ガイドラインというのがございますが、この最新のガイドラインにはどのように書いてあるかというのを見てみますと、選択肢の一つとして腹腔鏡の手術を行うことを弱く推奨するというような、なんか微妙な書き方がされています。なんで強くじゃないのか、こんだけやられているのかというふうに思うと思うんですが、先ほど述べたように、直腸がんに対する手術っていうのは腹腔鏡の場合にはやっぱり手術すごく難しいということが知られています。よく見えるんだけれども技術的には難しいということですね。あとは進行がんとか太った方とかに関しても難しいということがあって、やっぱり慣れているということが非常に重要ですよと、習熟度に応じて行いなさいというような書き方がされているということになっています。がんの手術をするにおいてですね、これは直腸がんを取った切除標本というものになりますけれども、比較的こうツルッとした膜に包まれているような感じで標本が取れてきているのがお分かりになっていただけると思います。このきれいに手術をするということが非常に重要であるというふうにされています。この切除標本がきれいか汚いかですね、こっちに行くときれいになるわけですけれども、きれいか汚いかということによって直腸がん、あるいは結腸がんにおいて、例えば再発率が低くなるとか、きれいに手術をした方が再発率が低くなるとか、あるいは生存率が高くなるとか、そのようなデータというのが、国際的に、出てきております。きれいにやっぱり手術をするということは大事だということは分かるんですけれども、そしたらそれをどうやって向上させて、手術の技量をですね、どうやって向上させて、それをどうやって評価するのかということが問題になってきます。そこで日本の内視鏡外科学会という学会で、
この技術認定制度というものが作られました。これは腹腔鏡の手術に携わる医師の技術を高い基準に従って評価して、後輩を指導するに足りるだけの基準を満たしているものというものを合格させようというふうに、して始まった制度であります。これは、2人の審査員がですね、応募者の手術のビデオを見て合否判定をするということになっています。これは手術を動画に残せる腹腔鏡手術ならではというふうな、ことだと思いますけれども、こういう制度がなされている。これはもう世界でも類を見ない、制度でありまして、手術の、制度ですね、そういうものを高評価するという意味で非常にこうインパクトの強いものであります。実際に大腸の手術においてこの、技術認定制度に、どのぐらいの患者外科医がですね応募しているかということを示したグラフになりますが、年々こう応募者が増えてきておりまして、昨年度は389名、今年は500名近く、応募があっております。一方でこの合格率というものを見てますと、大体、最近はですね 20% から 30% ぐらいの間を、行ったり来たりしているような状況で、非常に狭き門であるということが分かっていただけるというふうに思います。先ほど高い基準で評価しという、文言がありましたけれども、厳しく、評価をしているということになりますし、それだけ腹腔鏡の手術というのは簡単なものではないということになるかというふうに思います。この制度を設立した効果を示すものとして、技術認定医が手術に参加しているかどうかで手術の成績がどう変わるかを、比較した研究が日本で報告されております。ここにこの結果をお示しいたします。技術認定医が参加しているものが青、参加のないものが赤の棒グラフで示しておりますけれども、手術時間が技術認定医が参加することによって23分短くなり、再手術率が3分の1、そして術後合併症の率が2分の1、術中の合併症率が約5分の2となるというデータが示されております。もちろん資格を持っていなくても上手な先生というのはおられるんですけれども、このようにして学会主導で皆さんに安全な手術を受けていただくようなシステムを構築してきた成果が、その成果が現れてきたもの と、感じております。また、病院がどれだけその手術に慣れているかというのの指標として、手術症例数というのがございます。この病院の手術症例数と手術成績の関係についても見られています。これはフランスで直腸がんの患者さんを受けた、2012年から16年の、非常に多数の患者さんのデータを分析したものになりますけれども、年間の直腸がんの手術症例数ですね。で、少ない、中間、多いと分けたときに、残員死亡率がどうなるかというものを見たものになりますが、ご覧になって分かるように、手術症例数が多いと、それだけ、死亡率が減るという結果が出ております。また、手術の後にはいろいろな合併症というのが起きますけれども、それと手術の症例数というものを、関係を見たものがこのグラフになりますけれども、ご覧になって分かりますように、敗血症とか出血とか、血圧が低下するとか、あるいはその結果再手術になるような、患者さんの割合ですね、それがやっぱり手術症例数が多い病院の方が比較的少ない傾向があったという結果が出ております。またその合併症を起こしたときに、この灰色で示しているところが亡くなった患者さんの割合を示しております。そして、これにその率ですね、この全体の中でこの灰色の率というものを、重ねてみますと、合併症がたとえ起こったとしても症例数の多い病院というのはその後死亡する患者さんの割合というのも低い、傾向があったという結果が報告されております。ドイツでも、最近同様の報告がなされておりまして、これでもですね、残員死亡率というのが手術症例数が多い方が、少ないという結果が示されておりますし、合併症に関しても、
死亡率に関しても同様の結果が報告がなされております。病院選びの、一つの助けにしていただけたらというふうに思います。続きまして、直腸がんに対するロボット手術、最近の話題といたしましてについてはお話をさせていただきます。先ほど腹腔鏡手術の、メリットについてお話をしましたけれども、この腹腔鏡手術の機械というのは、ご覧になって分かるようにこの開いたり閉じたり単純な動きしかできません。一方で人間の手っていうのは非常にこう複雑な動きをすることができるわけですね。この単純な機械で操作を行うというのはやっぱり難しいということがございます。あとは視野が、カメラでやりますので2次元なので、どうしても奥行きが分かりづらいということが、ございます。それを解決したのがこのロボット手術、日本での主流は今のところはダビンチと呼ばれる機械になりますけれども、福岡大学にも、最新型の機械であるダビンチ XI というものが今置かれています。これはですね、この、間違いのないように言っておきますが、これは医者が操作をするもので、ロボットが勝手に動くものではありません。この操作をするコクピットみたいなところをコンソールというふうに言いますけれども、大体同じ手術室の中のちょっと離れたところで、医者がこのロボットを操作して、このロボットの方が患者さんに、実際のこう監視を持って操作を行うという形になるわけです。実際のその関係を見たのがこの、動画になりますけれども、これ手術をするものが手をいろいろな方向に動かしていくものが分かっているので、何になって分かるか、手の動きと同じようにすごく自由にですね、ロボットの監視が動いているモデルになっていたというふうに思います。この自由さが腹腔鏡の手術ではなかった。ただ手術の機械そのものは細い手術の機能になりますので、腹腔鏡手術の良さを残したままより操作のしやすいものになっているということになります。この細かい作業というのも非常に得意でありまして、これは福大病院の病院のホームページの方にも出てる、 YouTube の方にも出てる画像になりますけれども、米粒にですね、漢字の愛という字をラブですねを書いているところになります。なんかもう人間が手で操作しているような感じで見えるかと思いますが、非常にこれは拡大して見ておりますので、本当に細かい作業を、していることになります。最終的にこういう形でこの指先に乗るような米粒にこういう愛という文字を書くと、実際に直接書くのでも本当に大変だと思うんですけども、こういう細かい作業もロボットは得意だということになります。またですね、これも画像を見ていただいた方が分かりやすいんですが、これは腹腔鏡の手術をしているところになります。シミュレーションですね、こういう形で腹腔鏡の手術を行います。これみんな人間が手で支えているので、どうしても手ぶれっていうのが生じます。それから機械がですね、こんなふうにまっすぐ、先ほどのようにまっすぐでしたので、どうしても制限がありますけれども、これロボットの手術になりますけど、全く手術しているところが動かないのが分かっていただけると思います。カメラとかがもう人間の手で支えているわけじゃありませんので、本当に安定していると。それから今電気メスの先端の方向がちょっと変わりましたけれども、非常に自由度が高いので、やりたいところに正確に、手術の器具を持っていくことができると、これがロボット手術の最大の利点になるわけです。実際にロボット直腸がん、一応大腸がんの中では今ロボットの手術は直腸がんにのみ、適用になっていますが、2018年の4月に保険収載になりまして、それ以降、どんどん右肩上がりで、症例数は増えてきているという状況になります。このロボットの手術というのは非常に将来性がございまして、特に最近のこの 5G ですね、話題になっておりますけども、 5G の技術を用いますと、今は同じ部屋の中でロボットを操作していますけれども、もう
遠隔、離れたところからロボットを操作して手術を行うことが可能になってきます。まあ、これは総務省のホームページから取ってきたものになりますけれども、例えば緊急の手術が必要な人を、まあ、ヘリコプターの中で、ロボットがあってですね、それを地上にいる医者が操作をして、患者さんの手術をするというようなことも将来的には想定されてきております。また中国ではもう実際の患者さんでですね、遠く離れたところで手術を行って、肺がんの切除を行ったというような報告もなされております。ただですね、今後といたしましては、今の話はやっぱ人間がロボットを操作するという話だったんですけれども、将来像といたしましては、自分でロボットが動くというようなことも研究が進んできております。まあ、この機械、まだ単純なことしかできませんけれども、この機械はですね、腸と腸を縫い合わせる機械になります。これは人間が操作しているんじゃなくて、勝手にここに縫おうっていうのをロボットが判定して、手術を行うということをしているわけです。そして、まあ、この縫ったところの強さというものが、まあ、ベテランの外科医と変わらないぐらいの強さで縫えましたよっていうような報告がされているわけです。まだこのような単調な作業しかできませんけれども、将来的にはもう、まあ、人間がですね、まあ、こことここを取ってくださいというふうに言えば、まあ、例えば飛行機の自動運転と同じように、あとはロボットが考えて、まあ、人間はそれを修正するというような時代が来るのかもしれません。まあ、ここで副大の消化経過の私どもの科の、大腸がん手術の特徴についてちょっと宣伝をさせていただきたいというふうに思います。まず症例数に関してですけれども、まあ、大腸がんの手術症例数、それからロボット直腸がんの手術症例数ともに、まあ、九州でも有数の数を、誇っております。そして、手術の教育が大事だという話を先ほどしましたけれども、手術の教育に関しましても、この日本内視鏡外科学会の認定の見学施設でもありますし、技術認定試験にも高い合格率を、誇っております。そしてロボット手術に関しましても、まあ術者になるためには見学をしないといけないんですけれども、まあ、資格を取得するための見学施設になっておりますし、ロボット直腸がん手術の、まあ、指導医も2名おりますので、まあ、簡単にちょっと紹介をさせていただきました。まあ、手術の話をさせていただきましたので、まあ、時々この問題になるこの再発ということに関しても、お話をさせていただきたいと思います。これよくあるシーンですけれども、まあ、手術無事終わりました、がんはちゃんと取り切りましたよとお医者さんが言って、まあ、ご家族の方がこれでがんは治りましたね、まあ、よくあるシーンだと思います。ただ話はそう簡単ではないんですね。で、実際のところ本当にですね、他に転移がなくって元の大腸がんがきっちり取り切れれば、まあ、再発はしない。当然これはがんの根治ということになるわけですけれども、もちろんこの、別のがんができることっていうのはあるんですけれども、基本的には他に転移がしてなければ、本当にしてなければ再発はしないということになります。ただ、まあ、最初の段階でですね、手術をする前に、まあ、検査では何もないというふうに言っても、例えば1ミリ以下の転移とかがあったとしたら、それはもう誰にもわからないんですね。まあ、ですので手術の時に検査で見えないような大きさのこの微小転移というふうに言いますけれども、非常に小さな転移がある場合には、たとえそこのがんの場所を取ったとしても、まあ例えば数ヶ月から数年してがんが大きくなってくると、 CT とかそういう検査で分かる大きさになってきて、そこで再発という診断がつくわけです。この再発というのはだいたい手術のあと5年ですね、5年以内に分かることが多いというふうに言われております。これは先ほど出したスライドになりますけれども、ステージが1から4に進んでいくと、死亡率、生存率というのが下がってくるというふうに申し上げましたけれども、まあ、例えばステージ3、4の方というのは、まあ、きれいに取れたように見えても、まあ再発をする方というのはそれなりにおられて、まあ、それによって亡くなられてしまうと、残念ながら亡くなられてしまうという患者さんが多くなってくるということが分かっていただけるというふうに思います。
まあ、この再発について、知っていただきたいことですけれども、この再発っていうのは必ずしもこの手術の失敗ではないということですね。まあ、再発はあとは肝臓とか肺とか、まあ、大腸とは違うところにしやすいということ、それから、ステージが進むほど再発はしやすいと。だから、まあ、手術のあと5年間というのはやはり注意が必要で、しかり病院の方に通院をなさってくださいということ、それから、まあ、最初の段階できるだけ早期で発見をして、再発をしないような病気で見つかっていただけたらなというふうに思っております。まあ、最後のお話になりますけれども、まあ、この早期発見について、お話をします。まあ、まず症状ですね。どんな症状が出るのかということですが、肛門に近い場所とそうでないところで症状が多少変わってきます。まあ、お尻に近いところになりますと便が硬くなりますので、排便に関する症状というのが出やすいと。まあ、つまり血便であるとか腹痛であるとか、便が細くなるとか、まあ、そういうような症状が出やすいということになります。一方で肛門から離れた上行結腸とか盲腸とかになりますと、まあ、この辺は便が水っぽくて柔らかいもんですから、まあ、癌がよっぽど大きくなってこないと症状が出にくいということになります。まあ、そうしますと知らないうちに貧血が進んでふらつきになったりとか、体重が減ってきたりとか、まあ、そういうような進行して初めて分かるようなことが多くて、まあ、血便を自覚することっていうのは少ないと、まあ、症状が出にくいということになるわけです。まあ、いずれにせよですね、まあ、初期の大腸がんっていうのは症状がございませんので、まあ、検診っていうのは非常に重要であるということになります。日本ではこの大腸がん検診といたしまして、この便潜血というものが行われています。2014年のデータによりますと、1万人検診を受けられて精密検査が必要ですよと言われたのが622人、6%で、実際にそのうち精密検査を受けられたのがそのうちの3分の2ですね。ということで、その中で大腸がんが見つかったのが16人という結果でした。まあ、日本の検診の問題点といたしましては、検診そのものの受診率がまだやっぱり低いということ、3、4割というふうに言われています。そして精密検査必要ですというふうに、言われた方の中で、実際にこう精密検査を受けられる方がまだ100%に達していないと。それから、まあ、便潜血自体が肛門から遠いと便が薄まってしまいますので、引っかかりにくいというような問題点が、ございます。まあ、陽性者、精密検査が必要というふうに言われた方の中で、実際に大腸がんが見つかる方の割合は4%ぐらいですので、それほどこう恐れることなくというか、まあ検診をしっかり受けていただいたらというふうに思います。精密検査もしっかり受けていただいたらというふうに思います。一方、米国ではですね、この大腸カメラ、便潜血ではなくて大腸カメラによる検診というのが、行われています。まあ、皆さんの中にはカメラを毎年受けておられる方というのもおられるかと思いますが、このカメラによる検診で、まあ、これ2つ報告がございますけれども、検診を受けられない方に比べて大腸がんによる死亡率を大体6割から7割ぐらい減らすことができるというふうに言われており、非常にまあ有効な検診の方法というふうにされています。ただ皆さんが皆さんこの大腸の検診を受けられるかといいますと、まあ、やっぱり大腸のカメラというのも穴が開いたりする危険性もありますし、あとはコストの問題もありますし、まあ、内科の先生のキャパシティの問題もあるかと思いますので、まあ、便潜血を受けるのか、まあ、内視鏡を受けるのかというのは、まあ、皆さんその辺はご判断いただいたらというふうに思いますが、いずれにせよ検診を受けていただくのは非常に重要であるということになります。そこでですね、まあ、昨今のこのコロナウイルスという状況が、ございます。まあ、3月頃に第1波があって、7月、8月に第2波、それで、まあ、現在第3波の真っただ中で、まあ、関東の方では非常事態宣言が発令されるような状況になっておりますが、まあ、この検診がですね、まあ、コロナ禍におきまして非常に減っているということがあります。これは第1波時のデータになりますけれども、日本医師会の方の調査によりますと、2019年と2020年、青と赤の比較におきまして、3月、4月、5月で見ておりますけれども、5月のデータになりますと、大体がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんの検診において8割から9割の、
検診がストップしているというような状況に、なっております。私どものこれ大腸がんの手術の数月ごとですねを見たものになりますけれども、2019年が青、2020年が赤になりますが、ちょうどコロナの第一波が起きたのが2020年の3月4月頃、その頃の検診を控えられた方の影響でですね、やはり6月7月8月9月ぐらいは症例数がその前の年に比べて落ち込みました。そして、ちょっとコロナが落ち着いてきて、症例数が今度また増えてきています。ただやはり進行がんがちょっと増えてきているというのがちょっと今懸念されていることになります。これは実際に外来でですねちょっと来られた方のエピソードをいくつか持ってきたものになりますけれども、これ毎年内視鏡検査を受けていて、去年もポリプがあるというふうに言われたんですけれど、今年はやっぱコロナで検査が怖くてちょっと検査が間隔が空きましたと。そしたらポリープがちょっとがん化して、これは大きくてもカメラでは撮れませんと、だから手術が必要ですというような方とかですね、会社の検診で便潜血で陽性さというふうに言われたんだけれど症状はないからちょっと放置してたと、コロナ禍で自粛していましたと。そしたら秋頃になってなんかお辻でにくくなるなというようなことで受診をすると進行がんがあったと。あとはもう春先から症状があったけれどもコロナで検査を控えていましたという方が、秋に来られた時には直腸がんがもう完全に詰まってしまってですね、入院して調べるともう肝臓に転移があってステージの4というような状況になっていたと。最初の段階で来ていただいてたらもっとどのぐらいの段階で見つかったかっていうのは分かりませんけれども、やはりもうちょっと早く来ていただいたら少し違った展開もあったのかなっていうふうに思われる方々であります。これも3回目になりますけれども、大腸がんというのはステージが進む、どんながんでもそうですけども、ステージが進むごとにやはり治りにくくなりますので、できるだけ早期で発見していただけたらというふうに思います。これは日本対がん協会が出しているパンフレットポスターになりますけれども、コロナの下でもがん検診というのは非常に重要ですということを、書いております。一方で、このコロナ禍でも検診は怖くありませんと、皆さん検診怖がっている部分はあると思うんですが、第一波の時には開業の先生もまだ準備がしっかりできていなかったということも、ございますが、今はですね、いろんな感染防御策を取りながらこういう検診というのを行うことができるようになってきていますので、コロナの下でも、検診は怖くなく受けることができるようになってきておりますので、皆さん特に症状とか何とか気になるような症状とか、あるいは便潜血で引っかかったとかいう方は検査をしっかり受けていただくようにお勧めしたいというふうに思っております。これが当課のホームページから取ってきた、当課で大腸がんの診療に関わっている医師になります。質問などですね、今日のお話に関して質問などございましたら、当課のホームページの方から質問を受け付けておりますので、遠慮なくしていただいたらというふうに思います。私ども安心して手術を受けていただけるようにチーム一同日々努力しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。本日の話は以上です。ありがとうございました。